最新情報を流れでキャッチアップ、ラジオ感覚放送毎日 AWS。 おはようございます、サーバークスの加藤です。11月の16日、今日も最新のアップデートを皆様にお届けしていきます。電車に乗りながら、ご飯を食べながら、ちょっとしたながら時間で気軽にキャッチアップしていきましょう。放送のフィードバックは YouTube のコメント欄、または Twitter のハッシュタグサバワにて投稿お願いします。では早速最新1日のアップデートを見ていきましょう。今回は11月の12日、6件のアップデートがありました。1つずつ見ていきましょう。まずは1つ目。AWS ラムダがログ出力先をカスタマイズできるように。はい、ラムダから指定したログに直接ログを吐くことができるような機能が出ました。今までデータドックやニューレリックなどにログ出力しようとすると、クラウドウォッチログスに吐いたログをサブスクライブして転送するような形を取る必要があったんですが、今回のアップデートで直接それらの製品にログを出力できるようになります。これは最近追加されたラムダエクステンションズを使用するもので、ラムダエクステンションズ自体はラムダレイヤーを用いてサードパーティーの監視系ツールとラムダの投稿を簡単に行えるようにするものですが、今回ラムダエクステンションズからラムダランタイムログズ API という新しい API をサブスクライブできるようになりました。これによってログをエクステンションズにストリーミングして任意の宛先に送信することが可能になってきます。ラムダからログ出力する際、そのログを転送するためのラムダを開発しなければいけないなど、ちょっと開発の手間がかかってきたんですが、今回のアップデートでその辺がいらなくなってきます。では次、2つ目いきましょう。 Amazon VPC CNI プラグインのバージョン 1.7 が登場。 Amazon EKS 上の Kubernetes を VPC ネットワークに対応させるためのプラグインである VPC CNI プラグインですが、今回バージョン 1.7 が登場しました。これに合わせて EKS のデフォルトも 1.7 に変更になっています。今回のアップデートで、ボットセキュリティグループに対応、プラグインを再起動せず、既存の VPC に追加された IP レンジを自動検出するといった機能アップデートが入っています。他にもパフォーマンス向上とか、多数のバグフィックスが含まれるということで、もともと 1.6 以前のバージョンを使っている際には、KubeCTL 経由でアップデートすることができるということです。では次、3つ目いきましょう。AWS ロボメーカーが 3D シミュレーションワールド作成時のタグ付けをサポート。はい、AWS ロボメーカーワールドフォージ機能のアップデートですね。ロボメーカーはロボットアプリのシミュレーションとデプロイをするためのサービスですが、そのうちワールドフォージ機能、こちらは8月くらいに出たロボメーカーで作成したロボアプリのシミュレーション用環境を自動で大量に作成してくれる機能になります。こちらで作成したワールドの作成時のタグ付けに対応したというアップデートになります。 3D シミュレーションワールド、ワールド生成ジョブ、ワールドエクスポートジョブのそれぞれに対してタグを作成時に付けることができます。今まではワールドの作成後にカスタムのタグ付けスクリプトなどを実行する方法でタグ付け処理を行う必要があったみたいなんですが、そうした手間が必要なくなってきます。では次、4つ目いきましょう。AWS エレメンタルメディアコンバートがオートメイティッド ABR 構成機能をサポート。はい、エレメンタルメディアコンバート、動画をさまざまなメディア形式に変換してくれるサービスになりますが、今回こちらがオートメイティッド ABR 構成機能という機能に対応しました。 ABR というのがアダプティッドビットレートの略で、プレイヤーの再生状態を監視して自動的に常に最適なビットレート値に切り替えてくれる機能のことです。ネットワークが細い場所で YouTube 動画とか見てあげると、自動的に画質というか落ちたりコマ落ちしたような状態になったりすると思うんですが、まああれのことですね。通常細かな設定が必要になってくる機能というかになっていて、コンテンツの複雑さによって最適な圧縮方法が異なってきたりとか、ビットレート、解像度、ビデオ形式などを調節して最適な分布にしてあげる必要があるんですね。各ネットワーク帯域幅とかコンテンツの、内容によってこうどういうビットレート値を取るのかとか、ビデオ形式を取るのかっていうのを調整しなきゃいけないんですけれども、今回出てきたこのオートメイティッド ABR 機能を使うことで、ジョブ作成時にオプションにチェックするだけでその辺の設定を勝手に自動的に調節してくれるようになります。では次、5つ目いきましょう。 Amazon ポリーがオーストラリア英語のニューラルテキスト読み上げ音声を提供開始。テキスト読み上げの機械学習サービスである Amazon ポリーですが、こちらがニューラルテキスト読み上げ技術を作って作られたオーストラリア英語音声に対応しました。
名前がオリビアですね。独特のボーカルパーソナリティと表現力豊かで自然な発話に対応したということで、サンプルの音声流してみたんですが、綺麗な発話だなという印象でした。詰まり感とか変な間とかはなく、ちょっとそれがオーストラリア英語としてどれぐらいネイティブな発音なのかっていうのは、ちょっとあまり英語のそういったなんていうのか 方言というかに詳しくないので分かんないんですけれども、音としては綺麗かなと。でまたポリディのアップデートに合わせて Amazon Connect の方でもこのオリビアという音声使えるようになるということです。では次、最後6つ目いきましょう。デジタルコース AWS クラウドプラクティショナーエッセンシャルズがアップデート。 AWS トレーニングと認定のページのデジタルコース AWS クラウドプラクティショナーエッセンシャルズの英語版がアップデートになりました。クラウドと AWS について学ぶ最も基礎的な認定であるクラウドプラクティショナーについて学習することができるコースになっていて、コース終了後には AWS クラウドとそのグローバルインフラストラクチャーのメリットを理解した上で、コンピュート、ネットワーク、データベース、ストレージなど AWS のコアサービスについて説明ができるようになるほか、コストメリット、価格計算の仕方なども学べるということです。でこちらもともと AWS クラウドプラクティショナーエッセンシャルズセカンドエディションとして提供されていたもので、そちらは確か日本語版もあるはずなんですが、今回英語版のみがアップデートになっているという形になります。ということで以上6件11月の12日のアップデートでした。繰り返しになりますが、放送のフィードバックは YouTube のコメント欄または Twitter のハッシュタグサパバにて投稿お願いします。また次回毎日AWSお楽しみに。ではでは。